はい、こんにちは、ミガスです。以前にですね、クロス株の動画でこういったものを紹介したことがあると思うんですよ。これね、ミノウラっていう自転車用品のメーカーで、まあ、スマホホルダーなんですけど、多分今考えられるスマホホルダーの中では最もいいんじゃないかなと思われる商品なんですけど、でね、今回ホンダの CB400 スーパーボルドルミノウラのやつをね、また使おうかなと思ってたんですけど、まあ、せっかくなんでちょっと違うやつもね、試してみようということで、今回新たに導入してみた商品があります。今日紹介する商品はこちらです。はい、これがですね、タナックスモトフィズブランドなんですけど、スマホポケットクイックの L サイズになります。まあ、これがね、どういった商品かっていうと、まあ、ここ、まあ、透明なのが見えてると思うんですけど、この中にスマホを入れるわけですね。で、まあね、こうファスナーがついててそこから入れるんですけど、一応ね、防水っていうのかな、防滴っていうのかな、まあ、ちょっとぐらいの雨だったら大丈夫っていうものになりますね。はい、こういった感じの商品になってますね。こうね、横にファスナーがついてて、まあ、中がこんな感じですね。一応厚み調整用のスポンジが入ってますね。で、一応ですね、この透明のところを触れば操作できるようになってます。はい、で、後ろにこう三角形のがついてるんですけど、ここの3点に磁石が入ってるんですね。で、これでタンクにピタッとくっつけると。で、ここなんかね、こうマジックなんですけど、これが何かっていうと、これね、こう回すと取れるんですよ。これね。で、これの向きを変えればこう横でも縦でも使えるといったものになります。で、L サイズっていうことなんですけど、一応ね、iPhone 6 Plus が入る大きさになってます。まあね、ちょっと入れてみた感じは iPhone 6 Plus でも結構余裕がある感じなんですよね。はい、でね、反応なんですけど、このね、ビニールが結構画面にぴったりくっついてないと反応悪かったりしますね。今ちょっと動かないですね。で、特にこうやってね、今ね、ガラスのフィルム貼ってあるんで、そういうのもあるのかもしれないですね。こうくっついてるところがいいんですよ。まあ、こんな感じになってますね。画面にぴったりくっついてれば動きます。ということでですね、もうバイクにつける前からですね、ちょっとこう操作に難ありっていう感じです。まあ、なのでね、まあ、バイクツーリングとかでちょっと雨降るかもしれないなっていう時にはいいかもしれないですね。まあね、防水のスマホだったらね、ミノウラのやつで何ら問題はないと思うんですけど、はい、で、実際にね、バイクにつけるとこんな感じになります。でね、一応このフィルムがスモーク、若干スモークになってるんで、まあ、太陽、眩しいところでも、まあ、裸よりは見やすくなってるといった感じになります。で、あとですね、こういったストラップがついてくるんですよ。この紐をバイクのどっか引っ掛けとけば、もしね、何らかこう磁石が外れちゃったっていう時でも、まあ、落っこちずに済むっていうものになりますね。で、そのままこれ首にかけてネックストラップみたいにして使えるっていうのがついてきます。まあ、ということでですね、まあ、雨が降る可能性があって防水スマホじゃないとか、もしくはもうね、ただの本当のポケット携帯入れとして使って、まあ、携帯以外にもね、いろいろ入ると思いますんで、そういう使い方してあげる分にはすごくしっかりするしね、まあ、雨も入りづらいし、いい商品なんじゃないかと思います。がっつり、でもがっつりナビを使うって考えるとちょっと難ありかなっていう感じの商品でした。以上です。じゃあね。さあ、いかがだったでしょうか。もしよかったらね、こちらも登録お願いします。じゃあね。